きチャンネル、ハッピーメリークリスマス、メリークリスマス、ね、年に一度の12月25日、うん、何が起こるかっていうと、はい、第5回里崎賞の発表です、はい、ね、え、もう5回ですか。もう5回ですか。歴史結構長くなってきましたね、うん、第1回ね、うん、はい、初代は相澤選手、うん、第2回王将、はい、第3回木下、うん、第4回中村と、なんとパリーグから1人も選ばれてない。本当だ、ね、毎回セリーグですね、うん、うん、まあでもね、はい、このクリスマスですから、うん、ここで袴田さんからクリスマスソング1曲、はい、いろいろ歌っていただいたんですけど、もしかして YouTube 上で、うん、あの著作権で引っかかると、今カットされてるんで。え、でもアカペラいいんでしょ。アカペラ、いや、反応する可能性があるんですよ、AI。そうだ、大丈夫大丈夫、今音程合ってなかったから。 YouTube 上に上がってて、ちゃんと歌われてたらカットされるかもしれない。大丈夫、音程合ってないから、うん、じゃああれにすればいいじゃん。今のもうカットして、あのショート動画で出すよ。だから皆さん、はい、何が起きたか気になる方、うん、ショート動画出てますんで、はい、そっちで見てください、はい、はい、いろいろ問題があるわけですよ。ということで里崎賞、はい、ね、発表ですけども、この賞は、うん、あの、まあ、あの新しく見た方もいるかもわからないんでね、はい、まあ、第5回目もやってるっていうところで、うん、里崎の独断と偏見でピッチャーの沢村賞のように勝手に里崎賞というね、誰もいるかいらないかわかんない賞を、はい、里崎の独断と偏見で項目を7個作って、うん、はい、それに当てはまるかどうかで表彰するっていうね、はい、だからまあそのね、7つの項目っていうのが、うん、出場試合数は、まあ、最低全試合の半分の72試合以上出場、うん、で打席数、やっぱりね、打つが大事だから、うん、俺いつも打って勝つって言ってるからね、はい、打つも大事だから、最低でも、約規定打席の200打席以上、はい、でホームラン、まあ、10本やっぱ、まあ、打つキャッチャー、はい、2桁以上、はい、で打率は2割5分以上、はい、で盗塁阻止率、まあ、ここはね、うん、ピッチャーとの共同作業っていうのもあるけども、うん、まあ、最低でも3割はね、はい、確保したいというところで3割以上、うん、はい、そして保率、パスボール、うん、やっぱパスボールしちゃダメよと、佐藤さんがやっぱ極めて少なかったっていうところもあって、うんうん、本当は1とか言いたいけども、うん、シーズン3位以下、はい、最低でも、うん、でやっぱり名誉あるね、そうだから、うん、オールスター出場、人気も大事だ、大事やっていうところでね、はい、この7つの項目をどこまでクリアしてるかっていうところで、うん、で各ね、これまでの年度でいうと、はい、全部クリアした選手はまだ1人もいません。そっか、うん、あれ最大じゃあ6項目ですか。そう、全クリアはまだいないのよ、はい、ね、お、まあ、その中で、はい、まずは、うん、セ・リーグから、はい、見ていきましょう。見ていきましょう、うん、まず優勝した阪神タイガース、はい、ね、まあ、梅野坂本というね、うん、まあ、両輪で今年ね1年間回ってきましたけども、はい、まあ、梅野はね途中怪我もあってね、うん、出場試合数が減っても72試合出場、はい、これは合格ですね、うん、で251打席これも合格、うん、ホームラン1本これ足りない、うん、はい、ね、で打率が1割9分4厘で足りない、盗塁阻止率がちょっと出てなくて、はい、これも NPB の公式の成績をもとにしてるんで、そこにアップロードされない限り、はい、ここの評価対象になりません、はい、ね、で、保率1、はい、クリアで、オールスター出場、はい、だ全部4つクリアしてます。お、ね、出場試合数、打席数、保率、オールスター出場っていうね、はい、続いて坂本、うん、84試合出場クリア、289打席これもクリア、ホームラン0本あで打率2割2分6厘、盗塁阻止率3割5分5厘クリア、保率1個クリアで、オールスター未出場で、こちらね、坂本も4つクリア、はい、ね、はい、で続いて広島坂倉、はい、出場試合数120試合クリア、打席数448クリア、ホームラン12本、おお、クリア、打率2割6分6厘ここもクリアです、盗塁阻止率2割7分8厘あ、保率3クリア、オールスター未出場、うん、ということで5個です。おお、今じゃあ坂倉が今トップに置かれました。で続いて DeNA から、はい、戸柱、うん、70試合出場181試合1打席、うん、でホームラン5本2割4分2厘、うん、で盗塁阻止率出てなくて保率が3、これだけクリアですね、うん、オールスター未出場、はい、1個、伊藤、はい、61試合出場176打席ホームラン1本2割2分5厘、うん、保率4、うん、0、はい、クリアなしと。山本71試合出場200打席あ、ここはクリアですね、うん、ホームラン3本打率が2割7分7厘クリア、盗塁阻止率がなしで保率1クリアで、オールスター未出場、はい、3です。3項目やっぱ DeNA はちょっとローテーションで回るからね、うん、ちょっと成績がちょっと、そうですね、試合に出るっていうことがね、3人で分かれちゃうんですからね、うん、
下がりがちになるだっていうね、はい、で続いて、はい、ジャイアンツ大城134試合出場490打席、これもホームラン16本、おおいいですね、打率2割8分1厘、はいクリア、盗塁阻止率3割7分3厘、おお保率7、オールスター出場クリア、6、最多です、おお、ちょっと有力候補出てきました、保率7、これ惜しいです、ちょっと多いな、多いですね、他は完璧なのに、でも6項目今最多、はい、ね、で続いてヤクルト中村、はい、106試合出場クリア、376打席、ホームラン4本、足りない、打率2割2分6厘、足りない、盗塁阻止率4割7厘、クリア、保率4、オールスター未出場、うん、3つクリアです、3項目、うん、で続いて、はい、中日広下、はい、89試合出場クリア、315打席、これも5本塁打2割3分7厘、盗塁阻止率3割1分7厘、クリアです、保率1、クリアで、オールスター未出場4つです、4つか、うん、続いて宇佐美、はい、69試合出場、226打席、ここはクリア、ホームラン3本、打率2割8分2厘、クリア、盗塁阻止率がなくて保率3、クリア、オールスター未出場、うん、3です、はい、これがセリーグですね、はい、だセリーグで、うん、今1位大城っす、大城選手、大城だって第2回受賞者だからね、はい、本当だ、うん、初めての複数回、はい、あるかっていう、うん、だ坂倉ね、うん、オールスター出とけばね、うん、っていうところもあるけど ね、はい、オールスター今回キャッチャー2人しか選ばれてないのかな、うん、ね、こうやっぱ人気も大事だからね、はい、うん、さあではパリーグも見ていきましょうか、うん、パリーグじゃあ最下位から、はい、日本ハムマルティネス、はい、119試合出場クリア、444打席クリア、ホームラン15本、おクリア、打率2割4分6厘、あ足りない、盗塁阻止率1割9分2厘、ダメだ、ホイツ1クリア、オールスター出場、あ出てるのか、5個です、5個、おはい、で続いて宇佐美、はい、89試合出場251打席、クリア、ホームラン3本、うん、打率2割1厘、盗塁阻止率1割5分1厘、保率3、3つです、3つ伏見選手、はい、で今はパ・リーグはマルチネスの5だね、そうですね、で続いて西武古賀、はい、100試合出場クリア、282打席クリア、ホームラン2本、打率2割1分8厘、盗塁阻止率4割1分2厘、保率4、3つクリアです、3つ、おお、うん、盗塁阻止率高いね、うん、素晴らしいね、はい、で続いて楽天太田104試合出場クリア、233打席クリア、ホームラン3本、足りない、打率2割4分3厘、足りない、盗塁阻止率3割5分7厘、クリア、保率3、クリア、4つクリアです、おお、ね、太田と古賀もそうだけど、うん、あと打つだけなんだよ、そうですね、やっぱ打たないとね、うん、この佐々木賞取れないんでね、打率とホームランですもんね、うん、で続いて、はい、ソフトバンク回139試合出場、はい、クリア、420打席クリア、10本塁打、お打った、2割2厘、盗塁阻止率3割2分9厘クリア、保率1クリア、5個です、お5か、うん、でも大城に届いてないよ、あそうですね、今のところは大城選手ですね、で続いて、はい、千葉ロッテ田村、うん、78試合出場、はい、214打席、クリア、ホームラン2本、打率1割6分6厘、盗塁阻止率3割、クリア、保率0、クリア、4、おでも打つだけで、続いて、佐藤俊也、うん、103試合出場クリア、278打席クリア、4本塁打2割1分8厘、盗塁阻止率3割1分9厘、保率4で3です、3か、うん、で続いてオリックス優勝者、はい、若月、うん、96試合出場クリア、318打席クリア、ホームラン6本、あ足りない、打率2割5分5厘、クリア、盗塁阻止率2割9分3厘、あちょっと足りない、保率1クリア、オールスター出場、もう出てる、5項目か、惜しい、あと盗塁阻止率、そうですね、7厘、あと1個刺してたらちょっとだった、いけたね、はい、でもこれ届かず、うん、続いてオリックス森、はい、110試合出場、はい、453打席、うん、ホームラン18本、クリア、打率2割9分4厘、クリア、で盗塁阻止率が公式じゃ出てないんですけども、じゃ探したら多分こう正解なんじゃないのかなっていうところで、うん、3割4分4厘、はい、で保率0は超えてると、うん、いうことですね、で保率0、はい、でオールスターは出場する予定だったんだけども、うん、怪我で辞退、うん、だこれは出場と見出しますっていうところで、はい、7です、全クリ、全クリアです、おお森選手、はい、全クリア、うん、すごいっていうところで、うん、2023年度、はい、第5回里崎賞の発表です、はい、ドゥルル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 ル
読売巨人軍の大城選手です。そうなの？はい。え、全クリした森選手じゃなくて大城選手です。え、6項目だよ。はい。森選手7項目だよ。はい、うん、だけど大城選手。はい。これはもうだって独断と偏見で俺が決めるから。 あ、そっか。はい、はい、でそのじゃあちょっと心を教えてください。その心はですね、はい、もちろん森選手、はい、初めての全クリア、うん、7項目、うん、したんですけども、はい、ね、うん、森選手今年、うん、キャッチャーとして出場53試合外野6試合 DH46 試合と110試合の出場の中で、うん、半分以下がキャッチャーで出てないんですよ。そこか。そうだ、確かにそうだな。若月選手が96試合、うん、出場してる、はい、で森選手はどちらかというと、まあ、53試合のキャッチャー、うん、で6試合外野、うん、46試合 DH と、はい、まあ、いわば半分ずつしか出てないわけですよ、はい、スタメンではね、うん、途中からっていうのはありますよ、うん、スタメンでは、はい、っていうことを考えると、はい、まあ、ほぼね、この全選手も途中から代打出たりとかっていうところはありますけども、うん、はい、大半キャッチャーとして試合出た大城の6クリアと、やっぱり半分キャッチャー以外で出た森選手の評価を、これキャッチャーの賞とする佐々木賞で比較するのはちょっと疑問符がついちゃうんで、確かに、はい、でその中でいうとマルティネス選手も今年キャッチャーで29試合ファーストで41試合で DH で41試合なんで、キャッチャーとしては29試合出てないんで、まあ5項目クリアしてるんですけども、これはまあキャッチャーとしては成績としてはどうなのかなっていうところもあるんで、はい、うん、そう考えると、はい、やはり6項目クリアした大城選手が、おー、はい、なるほど、第2回に続きまして、はい、第5回の佐々木賞になったっていうのが、うん、まあ、全クリアしている森選手もやっぱりそのキャッチャーとしての試合出場が少なかったっていうところが、うん、はい、やっぱちょっと引っかかるところがあるんで、はい、いや、これは納得の大城選手ですね。説明聞いたら納得でしょ。納得しました、はい、うん、まあ、ということでね、はい、またもセリーグです。ちょっとパリーグ出てこないですね。パリーグのね、うん、一番の問題点、はい、それは何か、うん、打たなすぎっていう、うん、そうですね。だって逆に言うとセリーグで2割5分超えてるのは、はい、坂倉、うん、ね、DeNA だと山本、はい、巨人大城、ヤクルトだと古賀、はい、ね、中日だと宇佐美、うん、というところで、まあ、キャッチャーをしている選手が、まあ、阪神はちょっとね、梅野も坂本も2割5分クリアしてないんですけども、はい、阪神以外はどのチームの選手たちもキャッチャーで2割5分っていうところはクリアしている選手がいるんだけども、うん、パリーグで2割5分クリアしてるのは若月と森とこうキャッチャーでいうとこの2人だけなのよ。そうですね、あと全部2割5分クリアしてないの、はい、そういったところの、うん、やっぱこれね、打てないっていう、うん、打てない要素が、まあ、なかなかね、うん、パ・リーグがこの賞に絡めないところじゃないのかなっていう、はい、そうですね、そこですね。だってね、うん、あとは前半活躍しないとオールスター出れない、はい、そうですね、うん、そこも大事ですね。若月選手ちょっと惜しいですね、頑張ってほしいですね。そう、若月は本当ね、この盗塁阻止率さえちょっとね、これで盗塁阻止率あと7人乗せてたら、うん、今年の佐々木賞若月だって、お、 100% そうか、大城選手が足りなかったところはこいつちょっと7多すぎるっていうね。確かに、あとやっぱり優勝したっていうね、うん、優勝補正も入るんで、はい、最後はもう独断と偏見なんで、うん、これね、あと盗塁1回刺したなら、はい、若月だったところが、これがね、5個しかクリアできてないっていうね、うん、ここはもう厳格に、そうですね、うん、やっぱ佐藤さんの基準としては、まあ、打てるキャッチャーだったということで、うんうん、ホームランと打率も大事ですけど、一番大事なのはやっぱホームランとホイツ、ホイツなんですよね、うん、この2個がやっぱ大事っていうところもあるんでね、はい、というところで、惜しかった若月選手、ちょっとパ・リーグの選手頑張ってほしいよね、頑張ってほしい、誰も取れてないって5回もなって恥ずかしいよ、ね、まあ佐々木賞いるかいらないか知らないけどそうです、ね、何もらえるわけでもないですか、はい、だから佐々木賞を受賞したジャイアンツの大城選手には魂を込めて拍手をしたいと思います、はい、おめでとう。